Before I begin this first time, I want to give a shout out to Side Games and let you guys know a little bit about this game before I begin this series. This is a first time video, but I'm not going to be reacting. I'm just not. I may say something at the end of the video, but no guarantees on that. But I want to give a thank you to them because they hooked me up with a code to play with this. I am playing on PS5. This is a PS4 based game though. It's based on a popular anime. And it's a new party action game set in the Yuma Suma universe. So what I'm going to do right now, I'm going to play the trailer and then I'm going to start the game. No commentary, basically chill. It may be no commentary. I may pop in here every now and then. We'll just see. I just want to let you guys know my plans. I got the review coming up very soon. As always, you have to check out the review on the ADG Entertainment channel. Link will be in the description. If you haven't follow that channel as that channel is monetized, and that's pretty much how I get the majority of the codes and the stuff that I'll be playing on this channel. So with that being said, let's go ahead and get into the trailer. Let's do this. Yeah. Saigames! 皆さんこんにちは。実況の赤坂です。本日は八丁馬の PV を撮るということでトレセン学園に来ておりますが、ゴールドシップさんはいますかね。はっ、ゴルシさん、マックイーンがさらわれた。え、私のマックちゃんがさらわれちまったんだ。一緒に助けに行ってくれるよな。え、あの、これはどういう。ポチッとな。え、ゴルシちゃんの大冒険 2? あれ、八丁馬では。八丁馬で遊べるゲームインゲーム、それがゴルシちゃんの大冒険知らなかったです。でも2ですか、1ってありましたというわけで、さらわれたマックイーンを助けるためゴルシちゃんの大冒険が今始まる。ほら頑張れよ。え、あ、はい。操作は簡単、とにかく敵を倒しながら走り続ける。途中でレベルアップするとパワーアップできるからな。ほらほら気をつけて進めよ。意外と癖になる面白さですね。これだけで20時間以上遊べるんだぜ。20時間、それはすごいですね。途中でやられても次からは道中で入手した装備でパワーアップしてスタートできるんだ。いろんな装備の組み合わせで何度もチャレンジして世界最高記録に挑むんだ。よし、じゃあそろそろ PV を撮るか。はい、これ台本な。わかりました。では改めまして、ゴルシちゃんの大冒険2も遊べる馬娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭を紹介していきましょう。春のファン大感謝祭はちゃめちゃグランプリ開幕です。実況は私赤坂がお送りいたします。こんにちは、解説を担当しますゴールドシップです。ちなみに今流れているのはハチャウマのために書き下ろされた新曲ドドッと優勝大感謝祭です。なかなか活かした曲ですね。解説のゴルシさんありがとうございます。早速ですが競技に入る前に馬娘たちのチームの物語ストーリーモードを紹介します。今回ストーリーが用意されているのは4つのチーム、各チームが様々な思いを胸に競技に挑みます。世界だ。もう一度あの景色を見たい。きっとこのチームのみんなと一緒じゃなきゃ見られない景色を。今のあなたたちに最高に熟した果実を味わわせて。見たか、これがチームの力だ。一体どんな物語が紡がれるのでしょうか、注目です。さあ準備が整ったようです。今回馬娘たちが挑むのは常人ではまず不可能なはちゃめちゃな4つの競技。それでは実際の競技を見ていきましょう。まずはバスケットダッシュステークスです。コートは常に変化しており、ゴールも足場も増えたり動いたりと大忙しですね。場合によってはゴールが縦に3つ重なる時もあります。大量得点の大チャンスなので確実に決めていきたいですね。シュートゲージがマックスのタイミングでシュートを放つのがポイントです。アシトマーちゃんがゴールを狙いに行った。おい、出よ、止めろ。ウマドッチチャンピオンシップ、様々なボールが入り乱れるシュート合戦です。
キャッチのタイミングが完璧であればパーフェクトキャッチとなり、スキルゲージを貯めることができるので、迫り来る球を恐れず取りに行きましょう。はい、ツーヤッシュ、赤い橋は攻撃範囲だぞ、逃げろ逃げろ。あはー、大食いダービー、パートナーに料理を素早く運んで誰よりもたくさん食べさせましょう。同じ皿の組み合わせを食べさせ続けるとお料理コンボとなり、食べるスピードが速くなります。おっと、メジル・マックイーン、ここでイータースキル発動だ。大食いでは運ぶ側、食べる側、両方とも必殺技が使えるんです。おい隊長、イータースキル中はとにかく皿を持っていきまくるんだ。ジャズだとチームローズの勝利だ。おります、大感謝祭、現在までの順位です。あれ、ゴールドシップさん、こうしちゃいられない、私が挽回してるわ。うわぁ、ちょっと、あー行っちゃった、さあ締めくくるは反大感謝祭大障害。学園を飛び出し街中を駆け巡ります。ゴールドシップ、なかなか前へ出られない。しかし位置取りとアイテムを駆使すれば順位はいつでも大逆転可能。さあどうだ、おら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 、なんとゴールドシップ1着でゴールイン。これはすごい、すさまじい追い込みでの逆転勝利です。たんだまりやい。さあ馬娘たちはチームで挑み、それぞれの競技で獲得したポイントの合計数を競います。今回の優勝はゴールドシップ率いるチームローズ。それではゴールドシップさんにインタビューです。今のお気持ちは？まずは今回優勝したことでトレセンポイントがたくさんもらえたので、物質モードで物質にソファーを置きたいなと思います。設置した家具や家電でみんなの反応が変わるので見てて楽しいですね。キリハチャウマはオフラインでは1台あれば1人でもみんなでもワイワイ楽しめます。しかし私はトップを取ってしまいました。次はオンラインで遠くの友達と遊ぶだけでなく、世界中のライバルと競い合い世界最強の座を目指したいと思います。キリゴールドシップ、いや世界王者ゴールドシップ様にもう一度大きな拍手を。で歌本にしてみたんだけどさ、私も解説やって。ダメです。ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭、2024年8月30日発売です。いい子にして待ってるよ。サイゲームス、ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。オフラインで遊べるのオリジナルストーリーが、ウマ娘、彼女たちは走るために生まれてきた。時に数奇で時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前と共に生まれ、その魂を受け継いで走る。それが彼女たちの運命。この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果はまだ誰にもわからない。彼女たちは走り続ける。瞳の先にあるゴールだけを目指して。そして今回は
のファン大感謝祭。皆さん、説明会にお集まりいただきありがとうございます。今回の春の大感謝祭には特別なイベントが用意されています。その名もはちゃめちゃグランプリ。バスケ、ドッジ、大食い、大障害、以上4つの種目で戦う盛りだくさんのチーム戦となります。バスケは4人で一斉にゴールを狙う各チームの代表者たちとの複数戦です。ドッジも同じく4人の代表者で戦います。怪我に注意してぶつけ合っちゃってください。大食いにはサーバーとイーターが存在します。配膳係と食べる係ですね。たくさん食べて勝利を目指しましょう。大障害は学園から町の中まで続くコースを走ります。途中にはいくつもの障害があるので乗り越えてくださいね。以上、4つの競技の合計スコアで優勝チームが決まります。仲間たちと協力して頑張ってください。厳選！すでに馬娘諸君には伝えている通り、チームは私自らくじ引きで決めさせてもらった。スペシャルウィークほかチームコスモス。はい、普段はライバルですけど、はちゃめちゃグランプリみんなで力を合わせて頑張ります。和をもって尊しとなす。私たちならきっと最高の結果を残せるはずです。エアグルーヴほかチームフリージア。いかなる困難が立ちふさがろうとも、足を止めるような軟弱者はフリージアにはいない。勝つのは私たちだ。ええ、いつでも戦闘は、勝利は譲りたくないもの。次チーム。あ、チーム名変更届が来ていると。検討、後ほど確認しよう。シンボリルドルフほかチームローズ。今回はチーム戦、一致団結し不撓不屈の精神で立ち向かおう。好奇三千たるチームローズの姿を皆に届けるために。お任せください。目白家の馬娘としてこの名に恥じぬふさわしい活躍をお約束いたしますわ。ダイワスカーレットほかチームリリー。どんな勝負だって受けて立つわ。一番は私たちのチームだってみんなに見せつけてやるんだから。皆さんやる気に満ちています。やる気に、必死に、とても熱く。ああ、いけません。そのように戦うなどいけない、いけないけれど、でも、でも勝つためには。諸君、これは普段君たちが夢を背負い走っているレースではない。けれどそこには変わらず勝敗がある。おうか、力を合わせ、そして楽しんでほしい。諸君らが輝かしい結果を得られることを祈る。それでは皆さん、春の大感謝祭はちゃめちゃグランプリへ向けて一斉にスタートしましょう。どのストーリーで遊びましょうか。